Thank you.
Which one? The blue one? Yeah, the blue one. Where's Marion now? I don't know where she's gone. Huh? I'll just put it anyway. Another time and I feel I'd change it. Okay. Up to you. Here's the cat. Well, don't worry. Yeah. Oh, don't mention things like that. Oh, no. That would be lucky with your hat. Yeah, the yellow one. The yellow one. I moved Helen already. You've moved her. Yeah, that would be nice. I haven't seen her. We have enough. Nice. Right. Yeah, that's it. この緑のリボンは取ろうかなと思ってたんですけれども、全体と色がとても合っていたので、パンダの体を掃除をするときに緑のリボンもきれいに掃除をして洗って、そして、ちゃんと付け直しました。目のところが覚えていますか？なんかちょっと白いのがビヨーンって出てたんですけれども、それを、切ってしまいました。この目の綺麗な青が見えますかね。そしてこの笑った口、そしてなんといってもこの猫背が可愛いですよね。あとこの足そういうわけでこの子を一緒に連れてきました。さて、今日はうちにいるパンダくんの先輩たちを紹介したいと思います。まずはこちら、ペンギンくんです。動物の毛皮でできているようですね。うん、なんだかわからない、あんまり柔らかくはない毛皮なんですけれども、足のところはステッチがあります。自分で立つこともできます。あ、同じ目の色も青くて同じですね。次はこちら、クマくんです。この口がいいですよね。ふんって感じですよね。なかなかおしゃれですよね。上から下まで長くって、このボタンも、これは怒りのマーク。それじゃあ君も向こうに行ってください。次はこの子、前にもちょっとだけビデオで動画で出たことがあるんですけれども、この足の裏の、これもいいし、尻尾がまたペロペロしてていいですよね。はい、次はこの子、おばあちゃんと孫か。
母さんと娘かちょっとわからないんですが、とても不思議な何かのキャラクターかなと思ったんですけれども、ハエが止まっているのがとても面白いし、可愛いメガネをかけています中は結構適当ですが、それでもちゃんと足をつけてくれています。お、ちゃんとペロペロですが、尻尾もちゃんとありますね。この帽子がまたとても素敵ですよね。次はこちらの宇宙人猫ちゃん。体に針金が入っていて、手が丸い形をしています。足のこの白いちょんちょんがポイントです。どうもこちら、目も細かいし角の形とかも綺麗です。ひげが、これは何かの毛皮でしょうね。ネズミくんです。どうもネズミくんです。いよいよ、はい、おなじみのスヌーピーちゃんです。あ、スヌーピーくん、どうも。足がプラプラしてます手もプラプラ、いい感じにプラプラしてます。どうもスヌーピーでした。そして最後がこちら、これ何だと思いますか。これはリスです。はい、これでもリスなんです。ほら、こういう風に尻尾があります。これでマロをよく怖がらせて遊んでいます。わーっと。そういうわけで、これで今回の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。次回をお楽しみに。さようなら。